者と一緒ですね。そうですね。ラック型。一緒の数値ですね。はい。一緒ですね。それでは、熱い皮とスプレーとメディックで皮つけてるチャドですね。これで。まだピンピンしてると。じゃあ窓が何回でしょう。一回通るとあの当てなくなりそうですね。はい。一回通ると。本当ですね。一回、二回、三回、四回、五回。6回、多分7回で死ぬと思うんですよ。7回。おお、7回。ちょっと次バネッサやってみていいですか。あ、オッケーです。バネッサの熱い皮で。まあ、罠踏む人は走れたらまだいいですもんね、ちょっとは。そういうこともあったけれども、気温変動で、それが強くなってるんだったら、ですよね。じゃあ、掲示板の前で。
前ですかね、あの冒頭フラックロフラットロックキャンプ、チャドと一緒とすごいですね。全部一緒ってどう、はい、ちょっともう一回やっていいですか。メイソンが罠2回踏んでどうなるかは、まあ大体このままか。によって罠の威力変わるとかそんなのないですよね。どうでしょうね。これで生きてるかどうか。生きてる。もう一回罠お願いします。今度これ一応くぐりますね、割れた窓。はい、2回、罠2回踏んで窓2回ですかね。
外にいるとかなりちっちゃい人間が光ってますね。あ、見えてますか。見えてますね。もうかなりちっちゃいですけど。大通りからクリスタルレイクに一歩踏み入れるっていうか、この枯葉のところ、アスファルトから一歩枯葉に入ると光ってますね、大通りからでも。もう端から端までもう届くぐらいの勢いで見えてますね。そうですね。今は光んなかった。4回目で光んなかったで、5回目光んない。立ってても光んない時ありますよ。今光りましたね。今光ってないですね。今は光りましたね。光りましたね。今光ってないですね。今光ってないですね。って言ったら光る方が多いかもしれないですね。やっぱそうですね。はい。その光んなくなることも何回もあるんですけど、やっぱり光る方が多いかもしれないですね。うん、そうですね。ランダムっていうか。でもこれで。ずっと逃げてたら逃げれると思いますよ。まあ、でも大体の確率はまあなんとなく分かったんで。はい、なんか大体半分半分ぐらいかもしれないですね。そうですね。ただこれでも多分全然逃げれそうですよ。はい、また光って4回連続光って、5回連続光って、6回目で光らない、7回目で光って、8回目で光らない、9回目で光る。